古代彫刻のネメシス、ゲティビラ所蔵。ネメシスはギリシア神話に登場する女神である。人間が神に働く無礼に対する神の憤通りと罰の擬人化である。ネメシスの語は元来は擬憤の意であるが、よく復讐と間違えられる。擬人化による成立のため、成立は比較的遅く、その神話は少ない。主に有力の女性として表される。 ヘイシオドスの新陶器ではニュクスの娘とされる。ゼウスはネメシスと交わろうとしたが、ネメシスはいろいろに姿を変えて逃げ、ネメシスが課長に返事たところゼウスは白鳥となってついに交わり、女神は卵を産んだ。この卵を羊飼いが見つけてスパルタの王妃レーダーに与え、これからヘレネートディオスクーロイが生まれたとされる。 ただしゼウスがこの時白鳥となって交わったのはレーダーであるという伝承もある。ニュンペイの栄光の愛を拒んだナルキシソスに罰を与えたのはネメシスであるとされる。ネメシスの最も知られた神殿はアッティカ北部のラムヌースにあり、ベーディアースの刻んだ心臓があった。ここでのネメシスはアルテミスに似た性格の女神とされ、ラムヌースの女神とも呼ばれた。 また、ボヨーティアでは、アトラーストスが始めたとされるネメシス・アドラステア、すなわち、必然のネメシスの崇拝があった。ギリシア悲劇においては、アーテイア・エリーニュスらと似たような役割、神罰の執行者として、しばしば言及される。アテーイ内では、ネメシスの祭り、ネメセイアが行われた。これは十分な祭祀を受けなかった死者の恨みが、少女に対して向かわぬよう。 鳥なしをこうことを主な目的とした。スミュルナで崇拝されたネメシスは、二つの姿を持つものとされ、アルテミスよりアプロディーテイに似た性格の女神であった。この二重性の起源は不詳であるが、ネメシス自体の性格の二重性あるいはスミュルナの死が、新旧二つの部分からなっていたことの反映であるとも、推測される。古代ギリシア語ラテン本寺。 ネメシス古代ギリシア語ラテン本寺、ラムヌーナ、ラムナオズア。ありがとうございます。